よし。ついに私は剣を作る時が来た。バイキングソード作るぜ。おお。装備してみよう。どうだ。おお。いいね。バイキングソードだ。これで数多の敵を貫いていこうじゃないか。よし、青銅の斧を作ったぜ。これで切れるかやってみよう。おお、硬すぎない。切れる。こいつ、どけよ。お前は消えろ。やばい、マジで気持ちいい。ずっと切れなかったこの硬い丸太が切れるじゃないか。よし、今日は新たに作った私の台車を活躍させよう。蜂がうるさいな、ブンブンと。よし、見てくれ、このリアカーを引いて素材を集めに行くというこの仕事のような作業、なぜかとても面白いのだ。マジでこの単調作業がマジで面白い。くそ、何を投げている。このリアカーを引きながら戦うこともできるんだよ。重くて持てなかったものを大量に持っていけるという。そして道が塞がっていたらリアカーを引きながら木を切るんだ。これが真の木こりだ。そして食べ物を取るんだよ。なんだお前たちは。森へ帰れ。森だった、ここはすでに。我がバイキングハウスに酒樽を設置したぜ。そしてこれにこれを入れてみよう。発光アイテム。おお。発光中。何ができるのか楽しみだ。一体いつになったらできるんだい？酒は。よし、一晩寝てみよう。おはよう。さてどうだ。またできない。一晩寝るぐらいではできないようだね。うん、気長に待つとしよう。しかしいつまで経ってもできんのはこれは何だ。もしかして、あ、そうか、わかったぞ。これだ。これじゃないか。作ってみよう。もしかしてこれを装備するんじゃないか。どうだ、どうだ、どうだ。無理だ、全然関係ない。ミード。なんだこれ、なんだこれ。ミードがない。違うね。わからん。よし。さて、あ、そうだ。そろそろ、あ、色が変わってるような気がする。そろそろできた。
酒、あ、できてる。栓を開ける。開けてみよう。あ、びっくりした。あ、びっくりした。垂れ流れたのかと思った。びっくりしたぜ。おお、体力とスタミナの回復度が減る。え、なんだよこれ。飲んでみよう。ほう、回復速度が速いのか、わからん。まあいい、とりあえず自分で作った酒はうまい、そういうことにしておこう。よし、今日はちょっとこの第二の拠点の方を待つばっかりで気が少ないから、この辺り一体ちょっと整地してブナの種子をちょっと植えていこうか。うん、よし、とりあえず整地して両サイドに一定の間隔でちょっとブナの苗木を植え込んでみたどうなるかは知らんが、ちょっとこれで様子を見てみよう。うん、よし、ちょっと行くか。うん、うわ、やば、すげえ、いいね、これぞバイキングハウスだよし、ついに我がバイキングの船を作る日が来た。行くぞ。ついにこの時が来たか。なんて天気のいい日なんだ。よし、この自然の港に作ろうじゃないか、我がバイキングの船を。ダメだ、作業台が足りてない。お、足りた、ここだな、大丈夫だ。よし、ここに我がバイキングの船作成。おお、できた、我がバイキングシップが。どうやって乗るんだ、こうか、乗り込むのか。あ、こっち側にも落ちた時は乗れるようにあるんだね。そして身を支えるところもついている。うん、舵はこれが。ほう、よし、ならば試しに少し動いてみるか。お、お、お、早い、マジでイカダレベルじゃない、この速度は。イカダの速度じゃないぞこれは。火じゃない、イカダの、イカダの火じゃないよ。すごいぞこれは。よし、これから新たな旅にこの船に出発していくんだよっしゃ。